山形に来ました。仙台から車でブーンと新幹線が止まっちゃってたからね。山形着いての印象は雪がめっちゃあったんですけど、あったかい。なんか東京、最近の東京の方が寒いなって思って。というわけでこれから歌うので化粧をします。ライブの時の化粧は、普段よりも濃くします。使うアイシャドウとかはその日の気分です。ただベースメイクはいつも通り。山形は私ほんと初めてなんですよね。山形といえば仲良しのお好み焼き屋石井ちゃんの地元ですね。マネージャー石井ちゃんの、マネージャー石井ちゃんもお好み焼き屋の石井ちゃんも山形だ。そうね、肉体改造で食事をね、改めてから肌の調子がめっちゃいいの。なんだろうね、なんかすごい良くなった。この辺とかさ、お前なんか、出来物できてんだけど、でも肌自体はめっちゃ、なんかすごいいい感じ。しかも初めて1週間、気づいた人います？顔すっきりしたってめっちゃ言われるんですよ。1週間でだよ。やっぱ食べ物って大事なんだなと思って。夜ご飯はサラダだけど、朝昼は全然がっつり食べてて、1日のトータルして食べてるものは今までと量は変わらないし、むしろめっちゃ多いんだけど、でやっぱプロテインを飲むことでお腹が膨れる今のところ。でこの味、地方行くときは芯のお粉持ってかないんですよ。このナチュラグラッセのやつを持ち歩いてます。なんでかっていうと、芯のやつこうガタガタするとすごい結構溢れちゃうから、それが嫌でこっち持ち歩いてる。で今日は男に媚びない見せるメイクみたいなやつで、前 YouTube 上げたメイクな感じでいきます。こんな雑に最初赤をのせるの。私こんな感じの目ですけど、よくコメントで一重の人でもこのメイクできますかとか、チラチラ前見てたけど、一重の人は赤のポイントを外側に持ってきて、なんだろうな、切れ長のその一重を生かしてかっこいい目元にすればこのメイクバッチリ映えると思うんですよね。だから目頭から目尻に向かってボワッとこうグラデーションを作るイメージが多分かっこよくなると思う。やったことないからね、そんな確信はないんだけど、イメージはそんな感じで、今そのメイク動画上げてくださいって、また上げてくださいっていう声もあるし、私自身も早くこのもうすぐ2月入ったらもう頭の中春物でいっぱいになるから、こうメイクから先取りで春メイクをしていきたいんだけど、なんせまだ出会えてなくて、欲しいものにね。イメージはもうできてるんだけど、1ヶ月くらい前かな、こう百貨店をね、デパコスだけど、こう片っ端からいろいろね見てって、でもその欲しい色にたどり着かなくって、パッと見は欲しい色なのに、なんて言うんだ、つけてみたら違う色とか、なんかこう元の唇の色でリップってだいぶ変わるじゃないですか。なかなかいいのに出会えなくて、今まだ買ってなくて、でもイメージとしてはボワッとちょっとオレンジ系のマットな感じで、でもちょっとツヤがあってみたいな。だからハイライトに、全然私ハイライトとかメイクの時やってないんだけど、ハイライトを使って目元を強調したいなっていうのを最近すごい思うんだけど、でワントーンでまとめるみたいな感じなんだけど、でもね、その欲しいオレンジ味がなかなか出会えなくて、今苦戦している。どっかにないかなと思いつつ結構見てたりするんですけど、なかなか出会わない。で私雑誌は買わないので、何を参考にそのメイクをしたいって思ってるかっていうと、好きなアパレルのインスタフォローしてて、それの好きなコーディネートを着ているモデルさんがしてるメイクを結構見るんですよね。でそれ大体海外の人がモデルさんだったりするから、海外の人ってやっぱ色素が違うからか、あ、すっごいこれ似てるって思っても全然違うものだったりして変えてない。この今こんな感じ、あ、なんか光わかるかな。そうね、今日はメイクをしながらこう喋って動画を撮るっていう。寂しいよ、今ホテル一人だから。当たり前だけど。でちゃんと目の際をやるのが
目の毛はアイラインをねやるのがライブの時は必ずやってます。なぜかっていうと遠くから見てたら目がインパクトがないから、これをね結構ねがっつりとのせて、結構がっつり黒をのせた今で、まつげを上げる、アイライン、普段の時よりもね気持ち長めに引く、こんな感じ、なんかファみたいな感じで、でライブの時はここも目離れてるからさ、ここをちょっと強調してます。なんだシャドウで黒でここをやった上をまたリキッドでのせて、結構目寄ったと思わない、わかんないけど目離れてる自分もなんだかんだでいいなと思ってんだけどね。昔は超嫌だったけど、ずっとお風呂の中でこうやって目寄れ目寄れってやってたけど、まあ離れてんの別にいいかと思った瞬間があった。でマスカラ、ライブの時のマスカラはいつも普段はブラウンを使うけど、ライブの時は黒を使います。やばいよね、目の上くぼんできた、これさマジ年齢かな、最近ほらほらここもうこんな見えになっちゃうみたいな線が出てきちゃうんだよね。ええ、マジこの目のくぼみ嫌なんだよね、こんな目になったら嫌じゃん、このくらいがいい。はい眉毛、最近はその2月の3連休にある吉祥寺のイベントで何を着ようかずっと悩んでて、まあ、あの9月にやったトークショーの時が、まあ、安室ちゃんをね、ウォークインザパークの安室ちゃんをイメージしたセットアップと髪型にしたんだけど、まあなんか今回のバレンタインもちょっと変えたいなって思って今いろいろ服を見ているところ、何にしようかなみたいな、ちょっと眉毛今日全然うまくいかない。でもこうあのライブの時の眉毛はめっちゃはっきり描きます、私近くで見たらこみたいな眉毛にしちゃう。この後どうせ髪の毛もアップにしちゃうし、眉毛だけでめっちゃ人の印象って変わるじゃないですか。私もこの間高校生の写真をダイエットの動画撮るためにアルバムをね実家から送ってもらって見てたら、まあ自分の眉毛が細くって時代だなってめっちゃ思った。ここなんか細くってウィンみたいな強めの眉毛をうまく描けないって人が結構いると思うんですけど、多分練習したもん勝ちな部分もあるかなっていうのはすごい思う。私は全然そんなコツとかは自分がやってて、あこうやった方がうまく描けるなっていうコツとかわかるけど、全然なんだろう完璧に描けるわけじゃないからうまいことは言えないけど、こうずっと眉毛を描く練習は家で時間さえあれば昔めっちゃやってた。私今の会社に就職したくって、どんな風にしたらおしゃれな顔に見せれるかなって思ってやった時が眉毛で、その時の流行もあるけど、その時はもう平行眉毛ちょっと太めで眉毛めっちゃ濃くするみたいな感じにハマってて、でマウジーが似合いそうな顔だからマウジーの店員さんたちのメイクをめっちゃ見に行ったり、こう会社のさムック本あるんだけどそれでめっちゃ研究したりして一生懸命真似てやって、そしたらいつの間にか、あなんかアパレルの人に共通するメイクってこんな感じだなとか、まあ、メイク講習受けたりしてもだんだん見えてきて今に至る。今日マジで眉毛ちょっと太めで描いてる、うん、なんかめっちゃ赤くなっちゃった、やばいよね。よいしょ、なんかほてってる。でチークはブラウン、これねマックのねもう後ろがボロボロすぎて見えないんだけど、サンバスクみたいなやつだったと思う。お、頬骨の下にさらっと入れて終わり。こんな感じ。
か赤みが出ちゃってる顔に。で、未だにコテが私の家には実家にはあるけど、一人暮らしの家には買ってないから、ストレートアイロンで軽く巻く。てか筒子が結婚だって、パパになるって、びっくりしちゃった。ツイッター見て、さ、用意してあった YouTube を更新。メイクってさ、メイクするとき、ここでこうやって頑張っちゃう人とかもいるじゃん。こんくらい離れた、今ここに鏡あるんだけど、こんくらい離れた場所でちゃんと顔を見るのもすごい大事だなって思う。足し算引き算のトータルというか、なんて言うんだろうね。なんか無理に二重にしたりとか、まあ私は学生時代に10代の時にアイプチで頑張って今この二重幅になってるけど、無理に広げすぎても顔全体で見た時になんかすごい目大きくて、目単体で見たら可愛いんだけど、顔全体で見たらあれバランス悪いみたいな感じとかもあるじゃないから、こう私がそのアイプチとかしだした時ももっとアユみたいなガッと大きくしたかったけど、自分の顔ではそれだと目がもともと出てるのに気持ち悪いと思って、本当はやりたい二重の線よりも下で頑張って後つけた。後つけたアイプチは全体に塗って乾くとそれがテープ状になってクイッて食い込むやつで、アイシャドウのノリとかマジで悪いんだけど、やってた、それやって、感じだったな。さあ軽く巻きます。こう若干ブロッキングして、もう適当で適当にピューって巻いて、どうせ結んじゃうから。髪の毛はね、多分春で私もう28だから、今年でちょっとは見た目だけでもこう品のある大人っぽい感じにしたくって、ちょっと今イメチェンを考えてる。てか単純に髪長いのが邪魔なんだよね。髪伸ばし始めた理由は髪切りに行くのがめんどくさい。美容院にもうめちゃめちゃ行きまくってメンテナンスしてるのがめんどくさくて、伸ばしちゃえば楽だと思って伸ばしたんだけど、髪長い方が私の場合邪魔だった。もうずっと短いので過ごしてきてたから、もう会社行く時なんて 90% の確率で結んじゃってるもんね。でこうやってちょっとボリュームが出るじゃん、したら終わり。巻くのがプロダクト、こんくらいたっぷり取って、こういうプロダクト系は締まらずに、ちまちませずに、がっつり使う方がセットしやすい。べちょべちょになるくらいやって、ガバッと、やばい、おでこについた、悲劇。で一回髪の毛こうやって軽くね挟んであげてから、ここをがっつりと、てかマジここで開けすぎて、ここどんどん剥げてきてるからね、やばい、変える気ないけど。で結ぶ、だけどちょっと崩しとく、なんかぴったりすぎが嫌で、こうなんかつまんで雑にこう飛び出すっていうか、なんて言うんだろう、雑に出しとく感じで、ズブ、こんな感じ、もう後ろとかボッサボサな感じが気分、こんな感じですね本日の私は。でこうなんかこれだとなんか顔みたいな感じになるから、大好き、ナーズのオーデイシャスリップスティック9477、覚えたぞもう品番まで。こうやって一回塗るじゃん。これなんか本当にどう、本当かどうか分かんないけど、一回これでティッシュオフします。え、せっかくつけたのに落ちたみたいな感じなんだけど、これでもう一回つけると、なんかこの最初にオフした時に頑張ってついてるものたちがついていることで、なんかリップが落ちづらいというか、結構色味が残りやすいっていうか、そんな勝手なイメージだけど、でも割とこうすることでなんか色味は残ったまんまになるっていうか、こうベロンって剥げて、なんか一箇所だけストローを吸ったところだけ剥がれちゃった時に違和感があんまなくなるっていうか。これで完成。ちょっと強めすぎるかな、まあ、いっか。
ちなみに最近軟式のライブで来てるのはこの、見づらい、マウジーのオールインワン。なんかライブで着飽きたら普通に私服で着ようと思ってるやつ。カイジショーセールで 60% オフとかだった。安っ。それではお仕事に行ってきます。バイバイ。